ドリフィウス事件の際にエミール・ゾラが書き大きな影響力を持った公開状、私は断劾する。ザ・ホームブルー・コンピューター・クラブ・ニュースレター1976年1月号に掲載されたビル・ゲイツのホビーストたちへの公開状。公開状は多くの読者に読まれることが意図された手紙、あるいは特定の個人に当てられているが意図的に広く公開される手紙である。 日本語では公開書簡とも訳され、また内容が質問を中心としたものであることを強調して公開質問状という表現が用いられることもある。公開状は通常は特定の個人に当てた手紙という体裁を取りながら新聞などのメディアを通して、例えば読者から編集者への手紙やブログといった形で公開される。特によく見られるのは 政治指導者たちに当てた批判的な公開状である。別種の公開状として政府から個人に送られるとともに公開されて誰もがそれに気づくようにする特許状レターズパテントというものがある。公開上は特定個人に当てられるだけでなく複数の人々に当てられることもあり得る。また、ナーテニーがそもそもその手紙を読み得ない場合にも公開状が公表されることがある。 例えば、ジルベール・セブロンの死んでいった一人の若い女性への公開状は死者に当てられた手紙という形を取ったエッセイである。ある個人が公開状という形態を選ぶのには様々な理由があり、例えば次のようなものが含まれる。ありがとうございます。